潮。牛尾、牛尾、牛尾は、日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、吹雪型、徳型の二十番艦、徳、E 型の十番艦。吹雪型の後期型、おぼろ型。この名を持つ日本海軍の艦船としては、上風型駆逐艦、潮に続いて二隻目。浦賀選挙で建造。1929年。 昭和4年12月24日に帰港、一等駆逐艦に留別された。1930年、昭和5年11月17日に浸水。1931年、昭和6年11月14日に竣工。第7駆逐隊に編入。1932年、昭和7年、第一次上海事変において、超高水域の作戦に参加。 日中戦争に際して、1937年、昭和12年以降、上海、甲州湾上陸作戦、仏院の作戦に参加。1940年、昭和15年4月15日、サザナミの復帰により、第7駆逐隊は4隻、潮、明けぼの、おぼろ、サザナミとなり、引き続き、第6駆逐隊、暁、雷、電、響きとともに、 第2艦隊、第4水雷戦隊、機関、中に所属す。11月15日、第6駆逐隊と第7駆逐隊は、第1水雷戦隊、司令官、大森千太郎少将、機関、阿武熊に編入される。1941年、昭和16年7月18日、第7駆逐隊は、第1航空艦隊、司令長官、長雲忠一中将。 第一航空戦隊、空母赤城、加賀に編入される。8月、それまで 7× 指令だった、渋谷四郎大佐は、第16駆逐隊、摂風、時津風、天津風、初風指令へ転出、第7駆逐隊に、小西かなめ大佐、後日、軽巡洋艦、阿武熊艦長。雲流型航空母艦一番艦、雲流艦長として選手が着任した。9月1日、 サザナミ、オボロは、第七駆逐隊から除籍され、第五航空戦隊、昇格型航空母艦、昇格、特設航空母艦、カスガマルに編入される。第七駆逐隊は一時的に2隻、塩、アケボノとなるが、サザナミは9月25日に第七駆逐隊に復帰。第七駆逐隊は吹雪型3隻、塩、アケボノ、サザナミで、太平洋戦争に突入した。 太平洋戦争、大東亜戦争開戦とともに、本艦は、第七駆逐隊司令駆逐艦、駆逐隊司令、小西金目大佐として、姉妹艦、サザナミとともに、ミッドウェイ島に対するミッドウェイ島砲撃に参加する。これは、真珠湾攻撃を行った、南雲機動部隊の退避を行うためのおとり作戦であった。11月28日、二隻は、立山湾を出港。 1941年、昭和16年12月8日、南雲機動部隊が、真珠湾を攻撃してから十数時間後の2月8日午後6時40分、艦砲射撃を開始する。潮は12.7センチ砲弾108発を発射した。20分ほど砲撃を行って退避したが、この時、空母、歴ントンは道東まで、あと1日の距離であった。砲撃後、給油艦。 シリアと合流して補給を受け12月21日に日本に帰島する12月22日、クレに到着した日本海軍は第7駆逐隊に対し南方進攻作戦に参加するよう命じた1942年昭和17年2月27日、スラバヤ港沖北東60海里で陸軍今村兵団と海軍陸戦隊が登場する 輸送船50隻を護衛中、連合軍艦隊と遭遇する。これが、スラバヤ沖海戦の始まりだった。第5戦隊司令官、高木武雄少将の加齢により、第7駆逐隊は、第2水雷戦隊、司令官、田中雷蔵少将、機関、人通に、臨時編入され、軽巡1隻、人通、駆逐艦8隻、摂風時津風、初風、天津風、山風、 甲風、潮、さざ波という戦力で2月28日の戦闘に参加。他に、第5戦隊、第4水雷戦隊が参加。第2水雷戦隊に、特に戦果はなかった。3月2日午前5時49分、パウエマン島西73海里で、浮上航行中のアメリカ潜水艦、パーチを、発見、潮は先行した、パーチに対して、落雷攻撃を実施した。 3月3日午前6時52分、前日の爆雷攻撃で損傷し、浮上航行中のパーチを再び発見し、攻撃。パーチは沈没し、潮はパーチ乗員を救助し捕虜とした。捕虜は同日中に、オランダ病院船、オプテンノール、後日、天王丸、第二飛川丸と、解明に移された。日本軍の東南アジア占領後、第7区畜隊、潮、 明けぼのは、内地に帰島。4月18日、第二艦隊司令長官、近藤の部竹中将機関、あたごの指揮下で同リットル空襲に対応し、空母、サチ大鳥の護衛を命じられるが合流できなかった。その後、トラック白地へ進出。第五戦隊、司令官、高木武雄少将の従順二隻、明光、羽黒を護衛し、さらに航空部隊、指揮官、 原忠和第五航空戦隊司令官、空母、随格、昇格、第二十七駆逐隊、しぐれ、白露、有明、夕暮れと共に、MO 機動部隊を編成し、三五回回戦に参加した。姉妹艦、さざなみは、空母、サチを取り直江艦として行動し、さらに第六戦隊、司令官、後藤存次少将の従順四隻、青葉、過去、木野笠、 古高と共に、MO 攻略部隊主体を編成しており、塩、明け物とは別行動である。5月8日、MO 機動部隊は、空母2隻、隋格、昇格、従順4隻、秒光、羽黒、木の傘、古高、駆逐艦5隻、しぐれ、白露、夕暮れ、塩、明け物という戦力で、米軍機動部隊、サラトガ、ヨークタウンと交戦。空母、格は、 米軍艦載機、SBD ドーントレス級降下爆撃機の攻撃により、被弾、中破する。塩は、カタログスペックを超える40ノットを発揮して、戦場を離脱する、昇格を打ったが、昇格は40ノットの、塩を引き離したという。しかしこの話は、当時の第七駆逐隊司令部付通信士の事実五人の、可能性が高く、三五回回戦での、 昇格の上院の証言や記録等と称号を売ると荒れた海面状況でほとんど速度の出ない塩、昇格が最高速34ノットで追い越したというのが有力な説である昇格の火災沈下及び燃料補給のため塩は約4時間ほどで昇格護衛を打ち切った翌日 7× 第1小隊潮曙は第5戦隊病行 羽黒直江として行動。十一日府で南洋部隊第四艦隊より除かれ内地へ帰討した。日本軍駆逐艦の対空戦闘能力の低さを痛感した第七駆逐隊側は、高射砲を装備した駆逐艦、秋月型駆逐艦の出現を強く求めている。五月二十日府で第七駆逐隊、塩明けぼの、さざ波は第四航空戦隊、龍城、 巡洋、第一水雷戦隊、機関、阿武熊、第六駆逐隊、響き、赤月、雷、伝、第二十一駆逐隊、若葉、初下、コピ、初春、第四戦隊、第二小隊、マヤ、高尾と共に、北方部隊、指揮官、細貝墓志郎第五艦隊司令長官、機関、那智に編入される。第七駆逐隊三は、第二機動部隊に所属し、 四航戦、龍城、巡洋、十巡洋艦2隻、マヤ、タカオ、補給船、定洋丸と行動を共にした。6月のミッドウェイ作戦では、アラスカダッチハーバーの米海軍基地を攻撃する、北方部隊の一員として参戦。米軍機動部隊との戦闘は正規しなかった。7月14日、第七駆逐隊は、連合艦隊直属部隊となる。 7月29日、第7駆逐隊、塩・サザノミは、特設航空母艦、ヤワ丸マルの航空機輸送を護衛、サイパンを経由して8月9日に漆井へ、到着、13日に、呉駅等した。8月17日、ヤマト型戦艦一番艦、ヤマト、連合艦隊司令長艦山本五十56中将、同艦隊参謀長、宇垣きま少々、 黒島亀と千人参謀等座城、特設空母、春日丸、第七駆逐隊、さざなみ、明けは、桂島白地を出撃し、トラック白地に到着へ向かった。8月23日、駆逐艦、浦波、輸送船、極東丸と合同し、燃料補給を受ける。第七駆逐隊、塩、さざなみ、明けはたびたび、山戸から、 洋上燃料補給を受けており、宇垣参謀長は、陣中に視戦争録に、4日ごとに腹を減らす、赤棒にも困りものなり、と述べている。第2次ソロモン海戦時、カス丸、塩、佐潮、波、明、ナは、山本長官、大和を護衛し、ソロモン諸島北東方面を航海していた。8月27日、航空機輸送のため、カス丸、明ル、は、 艦隊から分離、ラバウルへ向かった。これにより、対戦、対空警戒が困難となり、ヤマト、シオ、サザナミはトラック白地へ帰投する。8月28日、トラック白地を目前にして、ヤマトは、米潜水艦、フライングフィッシュに来撃される。シオ、サザナミと、ヤマト搭載のレシ水上偵察機は、爆雷攻撃を実施、敵戦より、 再度の襲撃を受けることはなかった。9月上旬、第7駆逐隊はラバウル及びショートランド白地へ、進出、12日府で、外南洋部隊、指揮官、三河軍一第八艦隊司令長官、機関、鳥海に編入。ガダルカナル島への駆逐艦輸送作戦、ネズミ輸送を、東京急行に従事する。9月12日、塩、サザナミは、ガトウ輸送を実施した。 平行指摘中大指揮艦第三水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将による、川内、四季並、吹雪、両風による、ルンガ白地総統が実施されるが敵艦は存在せず、大地砲撃を実施したにとどまる。9月14日夜、サザナミ、塩、吹雪、両風は、加藤ルンガ白地に突入したが、目標としていた、米艦艇の姿はなく、 揚陸を実施して引き上げた。9月16日、第7駆逐隊司令、小西金目大佐指揮下の駆逐艦3隻、塩、吹雪、両風は、大発動艇を栄光して、ショートランド白地を出撃、空襲を受けたが揚陸に成功した。9月19日夜、増援部隊指揮官、三水戦司令艦は、駆逐艦4隻、さざ波、塩、式波、 夕立に対し、水上規模艦、日清から、弾薬領食の一部を、イノシ、ガトウへ揚陸するよう命じた。20日夕刻、米軍機の空襲で、式並みが資金弾により若干の損傷を受けたが、揚陸は成功。21日、各艦は、ショートランド白地へ戻った。9月中旬、山本連合艦隊司令長官は、ネズミ輸送。 東京急行に従事していた、駆逐艦及び、部隊の交代を加齢。9月23日以降、第4駆逐隊、嵐、影楼、第7駆逐隊、第17駆逐隊、谷風、裏風,風、浜風、磯風、第24駆逐隊、海風、甲風、両風は、外南洋部隊、第8艦隊から除かれ、それぞれの現隊に復帰した。9月28日、 トラック博地に到着寸前の空母、大高と第七駆逐隊、潮、明けぼは、米潜水艦、トラウトに襲撃される。完備にひかみなりした、大高は、付近を航行中の、サザナミに、水路共同を依頼し、トラック博地にたどり着いた。以後、第七駆逐隊は1943年、昭和18年末まで、各方面の輸送任務や、特設航空母艦、大高、 運用、沖高等の護衛任務に従事した。なお1943年9月から10月にかけて、横須賀で修理を受けた際、二番砲塔の撤去や、機銃の増備を行い、新たに、仮称二号電波単身技二型、二十二号電探と電波探知機、電探を装備している。この二番砲塔の撤去と機銃の増備回収は、他の吹雪型の一部にも行われていた。また、 姉妹艦、朧ぼろは1942年、昭和17年10月17日に、北方方面で爆撃を受け沈没した。1943年、昭和18年12月中旬から下旬にかけて、駆逐艦3隻、第24駆逐隊、海風、両風、潮は、輸送船4隻、日蘭丸、両陽丸、日々丸、田島丸の富山から、 トラック白地進出を護衛する。12月26日夕国にトラック白地南水道儀緑町到着。28日筆3隻、海風、両風、潮は内南洋部隊に編入され、海上軌道第1旅団のマーシャル諸島進出を護衛することになった。12月30日、2隻、海風、潮は第1分団、田島丸、 日々丸を護衛して、トラック白地を出発、クエゼリン干渉へ向かう。1944年1月中旬まで、ブラウン干渉、ロイー・コールナムル島、クエゼリン干渉各地を公開した。なお、マーシャル諸島に配備された各部隊は、1月下旬、2月上旬の、クエゼリンの戦い及びエニウェトクの戦いによって、全滅した。1944年、 昭和19年1月上旬、第7駆逐隊、さざ波、明けぼの、塩は、第5艦隊、第1水雷戦隊、司令官、木村正富少将に転籍。1月12日、7るの中で一隻だけ内南洋部隊に、編入され、輸送任務に従事中の、塩は、マロエラップ干渉の太郎アまで、米軍 B-25 中、爆5機の空襲を受ける。 小型爆弾2発が命中、戦死4名重軽傷19名、資金弾による、破行により最大発起速力20ノットとなり、クエゼリン艦渉へ飛退した。1月14日、姉妹艦、サザナミは、米潜水艦、アルバコアの雷撃で撃沈され、第7駆逐隊は初雪型駆逐艦2隻、潮、明け物となった。1月18日、停戦弾第一分弾及び、 護衛2隻、海風、塩は、トラック島に帰着。また、ポナペ東方面の輸送を担当していた、両風もトラック白地に帰着した。同日府で第七駆逐隊、塩、明けぼは、北方部隊復帰を加齢される。1月20日早朝、旧カテカ館イラゴが、駆逐観察機と共に、内地へ向けトラック白地を出発するが、アメリカの潜水艦、シードラゴンの来撃で、 両子が損傷浸水した。このため塩はトラック白地北方の遭難現場へ急行、駆逐艦両風、従順洋艦長海とともに、イラゴを救援して21日トラック白地へ戻った。第七駆逐隊が2隻となってからの駆逐隊最初の任務は大破した空母運用の護衛任務だった。1月26日、サイパンに到着して海を及び、 駆逐艦二隻、さつき、初下と合流。途中合流した、重巡洋艦、高尾と協力し、燃料不足に悩まされつつ、運用を横須賀まで送り届けた。二月十三日より、塩、明けぼは、休養、修理、整備を行う。三月中は入居修理と出撃準備に費やした。四月六日、第七駆逐隊、塩、明けぼは、 横須賀を出発して、大港へ開港。11日に到着。以後、北東方面艦隊の指揮下で、北方海域を行動した。5月下旬、塩・明けは、大港工作部で、魚雷発射艦の改造工事を実施、93式魚雷を発射可能となった。6月中旬、マリアナ方面の戦いが始まったことに伴い、不走型戦艦、 山城と第五艦隊を強行輸送を兼ねてサイパン島に突入させる計画が浮上する以後作戦。第五艦隊、那智、第一水雷戦隊等も山城と共にサイパン島の戦いに参加すため横須賀に開港。準備を行ったが、マリアナ沖海戦の惨敗などによりサイパン奪還作戦は放棄され、作戦は中止された。6月30日、薄雲。 塩、明けぼの、低陽丸は、大港に戻る。7月5日、第7駆逐隊、明けぼの、塩と、第18駆逐隊、薄雲は、輸送船4隻を護衛して、小樽港を出発。千島列島方面へ航行中の7月7日、薄雲が、米潜水艦、スケートに撃沈される。7月9日、護衛中の、太平丸を、米潜水艦、 サンフィッシュに撃沈される。7月末、絶対国防圏の崩壊に伴い、港方面の戦力を拡充するため、第5艦隊は、北方任務を解かれて、横須賀へ移動した。8月上旬、第2行撃部隊に編入。第7駆逐隊、明けぼの、潮は、呉に開港された後、三式一号電波単身技三型、十三号電探を装備した。 8月24から25日、第一水雷戦隊、阿武隈、霞、白縫ア明けノ・の、潮は、瀬戸内海大津島で訓練を実施。塩が発射した魚雷が、明けボノ右玄中部に命中する騒動になった。明けボノの損傷は、軽度で、9月5日には、塩と共に、矢島白地へ移動した。9月中、第一水雷戦隊各艦は、 各種訓練を実施しつつ、航空部隊の訓練にも協力する。10月中旬、台湾沖航空戦により、大戦果を上げたと誤認した日本海軍は、島艦隊に、敵山村艦隊総統を加齢する。空母17隻を擁する米軍機動部隊、第38任務部隊は、ほぼ無傷であり、空母1小、重巡1、軽巡1大破。 島艦隊は途中で追撃を中止したため、難を逃れた。10月下旬の冷凍機会戦では、第5艦隊司令長官、島清秀中将が指揮する、第2遊撃部隊、従巡二隻、那智、足柄、慶順、阿武熊、第18駆逐隊、白沼、霞、第7駆逐隊、塩、明けぼの、第21駆逐隊、若葉、初春、初下として、 レーテ湾に突入する計画であった。だが、輸送任務のため、第21駆逐隊、若葉、初春、初下は、島艦隊本隊とは別行動をとり、10月24日の空襲で若葉を喪失した。10月25日午前3時、島艦隊の一艦として、すり顔海峡へ突入中の、塩は、なち、島長官座上、足柄、阿部熊、木村司令官座上、 知らぬい、霞の単獣人の左前方共同艦、右前共同艦は、明け者として行動していた。悪天候のため、すり顔海峡の地形を確認できなかった、潮は、不安を感じて反転し、単獣人最後尾の霞後方に着こうとした。この時、軽順洋艦、阿武熊より誤射される。この後、島艦隊は西村艦隊の壊滅と、機関、那智の損傷。 最上との衝突によりを受けて反転。潮は、米軍魚雷艇の雷撃で大破した、阿武熊救援のため、本体から分離した。米軍の記録によれば、米軍魚雷艇137号は、潮に魚雷を発射したものの、これが、阿武熊に命中したという。この後、第一水雷戦隊司令部、司令官、木村正富少将は、阿武熊から、駆逐艦、霞に移乗している。 また、明けぼのは、西村艦隊残存艦の従順、最上の救援に赴き、同艦を来撃処分した後本体を追って被体した。一方、島艦隊本体から取り残された、塩・阿武熊は、たびたび米軍機の空襲を受ける。塩は、対空戦闘による戦死者を出しつつ、阿武熊を護衛。塩・阿武熊は25日22時30分に、 ミンダナオ島北西部ダピッタン港に入りパクして夜を明かし10月26日午前6時に出港コロンへ向かう午前10時以降米軍爆撃機 B-24 及び B-25 の空襲を受け被弾したアブクマの魚雷が誘爆12時42分ネグロス島南西でアブクマは沈没するはアブクマ生存者を救助した後 カラミアン諸島のコロン島、コロン湾に向けて撤退した。霞座城の木村司令官は、コロン湾に到着した、塩及びアブクマ生存者に対し、アブクマ上院の奮闘を、沢と砂な性報告西洋の発行信号を送ったと言う。本海戦で、塩乗組員5名が、戦死、8名が、重刑、艦の被害は、限定的だった。10月27日、第16戦隊。 絹、浦波救援に向かった、白ヌイが撃沈される。霊機海戦で、島艦隊はアブクマ、阿武カ若葉、白ヌイを喪失した。日本海軍は、霊的湾海戦で大損害を受けたが、日本軍は、戦局有利とみて、陸軍兵力を、ルソン島から、霊的島へ移動することにした、多合作戦。第五艦隊、島艦隊や、第二艦隊。 くりた艦隊の残存駆逐艦もこの任務に投入される。10月31日から11月1日にかけての第二次作戦、第二次輸送部隊指揮官、木村椅水戦司令官、警戒隊、霞、沖波、明けぼの、初春、初し解剖艦4隻、輸送船4隻に、参加、輸送船、のと丸が沈没したが、輸送作戦は成功した。 本作戦中の11月5日、マニラ湾大空襲により、第5艦隊機関の従順、ナチが沈没。ナチ救援中の、アケボノも、大破炎上し、霞、初春、初霜、も、潮は、救援活動に従事。潮、霞は、アケボノの消火活動を実施した後、潮は、アケボノを浅瀬栄光し拡座させた。11月8日から9日にかけて、第4次作戦。 指揮官、木村一水推薦司令官、警戒隊、霞、周総、潮、朝霜、長波、若月、解剖艦4隻、輸送船3隻に参加。空襲で輸送船2隻、高津丸、菓子丸、解剖艦1隻を撃沈され、また、揚陸地点での混乱により絵描きや弾薬を一部、揚陸下に留まった。帰路に着いた第4次輸送部隊は、オルモック湾へ向かう。 第3次輸送部隊、指揮官、早川三木代に水雷戦隊司令官、機関、島風と合同。第4次輸送隊の、若月、長波、朝下と、第3次輸送隊の、初春、竹を入れ替えた。霞、周曹、潮、初春、竹は、無事に、マニラーンへ帰還。11月11日、第3次輸送部隊は、米軍機延べ347機に襲撃され、 早川司令官は戦死、駆逐艦4隻、島風、長波、若月、浜波、総海底1隻、輸送船4隻も全滅。生還したのは、朝下だけだった。11月13日、マニラ湾は再び空襲を受け、使用は中波。他に、軽巡、基礎、駆逐艦4隻、明けぼの、沖波、周荘、初春は沈没もしくは、 大破着艇状態となる。同日深夜、残存艦艇、霞、初島、朝島、牛尾、左限一軸運転、だけは、マニラを出港した。11月15日、解体された第18駆逐隊より、満潮型駆逐艦、霞が第7駆逐隊に編入され、胴体は2隻編成、塩、霞となった。12月上旬、シンガポールで、 応急修理を完了。塩は、従順、妙高、冷凍機械船で光り、大破を護衛し、内地に向け出発するが、12月13日夜に、マレー半島北東タイランド湾にて、米潜水艦、バーゴールと遭遇する。魚雷一本が命中した、妙高は、大破したが、手法の反撃により、バーゴールも大破。塩は損傷した、バーゴールを追跡せず、バーゴールは、 両艦、アングラーに護衛されて生還した。12月16日、塩はベトナムのサンジャックに到着。妙高は、ハグロ、カスミ、ハツシモ、センブリーに護衛されてシンガポールに引きした。17日、塩はサンジャックを出港し、カムランワンにて停泊中だった日82戦団に合流する。十九日、日十二戦団はカムランワンを出港し、 ベトナム沿岸を北上した。12月21日の朝、船団は米船フラッシャーに発見される。フラッシャーは船団を追跡。その後フラッシャーは徐々に護衛の薄い方向に回り込んで攻撃態勢に入る。同日、第19号解剖艦がシンガポールに向かう特設運送船日 A 丸、日東汽船120トンの護衛のため船団から分離し、反転して、 カムラン湾に向かう。翌22日午前5時ごろ、船団を護衛する、解剖艦、エトルフ、湘南、クメ、第9号解剖艦と、潮の5隻が、船団の近くから離れてしまい、船団は一時的に護衛なしの状態となる。フラッシャーはこの後期を逃さず、の地点で攻撃を開始した。5時50分、フラッシャーは、艦尾発射艦から魚雷を4本発射。タンカー、 オトワヤママル、三井船舶、9204トンの船尾と中央部に、巨雷が一本ずつ命中する。オトワヤママルは、航空機用、ガソリン17000トンを積んでおり、数百メートルの火柱を上げて炎上しながら、左舷に倒れて船尾から沈没していった。直後の5時51分にはニトルコリラ型、戦時標準タンカー、有田丸、石原汽船、 1238トンの左減輸送に巨雷が一本命中。有田丸も搭載していた航空機用ガソリン16000トンが誘爆。平だるまとなって6時22分に沈没していった。有田丸では船体が激しく炎上したこと、燃えるガソリンが海上に漏れたことから脱出は困難を極め乗船していた船長以下船員57名。 船砲隊員56名全員が戦死した。6時30分頃には、フラッシャーは特設運送船、オムロ、ヤママル、三井船舶、9204トンに対して、魚雷を4本発射し、オムロヤママルの船部機関室全部に、魚雷1本が命中。11万6千トンを積んでいたオムロヤママルは、黒煙を上げながら沈没した。日本側は、 嫌い不設区域に入り込んだと考えたため、フラッシャーへの反撃を行わなかった。24日0900、船団は高尾に到着。ここで1トルコリラ型戦時標準タンカー、橋立丸、日本水産121トンが積んでいた航空機用ガソリン17000トンを台湾の守備対応に回すことになったため船団から分離。翌25日、 航空機用、ガソリン8800トン、鈴2000トン、生ゴム1000トンを積んだ、低新商標準 TM 型タンカー、パレンバン丸、ひしき船、5237トンのみとなった船団を、護衛して、高尾を出港。26日、船団は、キールンに寄港。同地で、第9号解剖艦が、船団から分離し、解剖艦、カザトが船団に加入する。 同日に、キールンを出港した船団は、中国沿岸を北上し、長山に寄港。1945年1月1日午前9時、船団は長山を出港し、3日に、四上山白地に到着。4日午前8時半、船団は四上山白地を出港し、9日午後6時4分に六連に到着した。塩は、その後横須賀港に帰港し、 四季損傷のためそのまま経流される。この間、第一水雷戦隊の解体に伴い、第七駆逐隊は、第二水雷戦隊に編入されていた。1945年、昭和20年1月25日、姉妹艦響きの編入により、第七駆逐隊は三隻編成、霞、潮、響きとなる。3月10日府で、霞は、 第21駆逐隊に編入され、第7駆逐隊は2隻、潮、響きに減少した。菊水作戦直前の第2水雷戦隊は、司令官、小村敬三少将、機関、矢作、第7駆逐隊、潮、響き、第17駆逐隊、磯風、浜風、摂風,風、第21駆逐隊、朝霜、初霜、霞、第41駆逐隊、冬月、 両月という編成だった。4月7日の棒の岬沖海戦で、かつて、潮が護衛した戦艦、大和が沈没、第二水雷戦隊も、矢作、磯風、浜風、浅島、霞を喪失し、両月が大破して、壊滅状態になる。4月20日、第二水雷戦隊は、解体され、第七駆逐隊、第十七駆逐隊、第四十一駆逐隊は、 第31戦隊に編入される。5月5日、第7駆逐隊は解体され、響きは警備駆逐艦に指定された後、舞鶴へ開港された。6月10日府で、潮は第4予備駆逐艦に指定される。行動不能の状態で8月15日、終戦の日を迎えた。9月に除籍となり、1948年、昭和23年に解体された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。